予防対策として会場内の換気を行っております。 それではお待たせいたしました。ここからは勝利チームインタビューをお届けしてまいります。勝ちました境ブレイザーズから迫田博史選手をお迎えしました。おめでとうございます。ありがとうございます。今日の勝利で4連勝となりました。今のお気持ちまずお聞かせください。今の気持ちは素直に嬉しいですね、はい、チームとしても4連勝として非常に勢いが止まらないといった印象もあります。ご自身も好調なプレーを続けている印象があります。その好調の要因というのはどういったところにあるでしょう。やっぱりこの夏チームの課題としてブロックディフェンスというものを課題にしてたので、そこが今シーズン開幕戦から出て、まあ、自分の調子を上げているのかなと感じています。今日の試合でもご自身スパイクとサーブレシーブともに高い成功率でした。今日のプレー、ご自身のプレーというのはいかがでしたか。やっぱりハードサーバーに対してもたまに崩れる場面がまだまだあるので、もっともっとハードサーバーの意識を上げるようにしていきたいと思います。アウェーゲームとはいえ今日もたくさんのブレイザーズファンの皆さんお越しになっておりました。ご来場のファンの皆さんに最後メッセージをお願いいたします。はい、遠いところまで応援ありがとうございます。来週またホームゲームがありますので、その時も応援よろしくお願いします。勝ちました境ブレイザーズから迫田博史選手でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。